はい、じゃあチーム組んじゃいますよ。いいですか。いくよ。今ツイートしたのでランバトのツイートを皆さんリツイートお願いします。見えてるかな。あ、もう9人来てるね。はいはいはい。じゃあちょっと今からトーナメント表作りますので少々お待ちください。
オッケー、じゃあ締め切ります。あ、神家さん、神家さん出ようぜ。今日は2 on 2大会でちょうど僕が空いてるんで僕と組みましょう。お願いします。これで締め切りまーす。全出席シャッフル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 スタート。ででーん、できました。ちょっと待ってね、こっち出すからね。マジクソだなこれ。余計な機能つけんじゃねえよ本当に。もうレッツゴーじゃない、ちょっと待ってよ。はい、できました。皆さん準備はいいですか。デレロヌルポカとバイパーハイジンと黒いワンペコ草モロ、ここがシードです。はい、ジャロップアゼ対ハクイサジやりますよ。これランダムで組んだけどキャミーキャミーになったからね。皆さん見えてますか。おい始めんぞジャロップアゼ対ハクイサジやるんで早く来てください。よし、もう遅い、申告がなかったのがいけない。なんだよ。じゃあスタンプだけじゃなくてちゃんと書いてください。ジャロップはそれが 1P 側、あ、いいよ入れて。ハクイサジ 2P 側です。先方を申告してください。次の試合ワニ K 中野対セロテープ巻きりになるんでこちらも準備しておいてください。向こうキャミーとキャミー、こんなん餌が似たでしょ。よし、はい、見えてますか。始めますよ。
オッケー、じゃあ始めてください。どうぞ。先鋒戦はアゼ対ハクから、ワニーさん持ってくださいよ。何遠慮してんすか。はい、始まりました。はい、今日はこの後小物道、はい、13ですねを行いまして、 そ、 う、ね、そのメンバーがハクくんのキャミーと、ハクキャミーと教授なる締めアゼ、焼き鳥遅い、もう遅い遅い、 遅い。さあアゼくんが先方で出ている、ランダムで組んだのに、いや、21分の1を引いてキャミーキャミーというチームになりました。持ってますね。惹かれ合う運命にありますね。これはキャミきついんですか、やっぱり。いや、これは全然いけますね。いけるんですか。あ、でもしんどそう。こうなっちゃうと、もうそうっすね、リード奪われるとめんどくさい。いや、強い。さあ、阿部くんが、阿部くん強い。俺はエクサーチャンプなの、みんな忘れてないって感じますね。さあ、続いてイサジさんのイサジキャミーですね。キャミーです。さあ、今のしゃがみ中パンも、あのガイルのしゃがみ中足つぶしとしてかなり機能する技で、逃げた、入ってます、途中で切れます、これ。あ、これね、あのここを押さえながら、はい、あの、はい。さあ、イサジキャミ攻め立てるが、こっからおめくり、くぐりって投げ、こういうとこやけにうまかったりするんですよね、この人。はい、うまくどうすんの。フーリガトール死んだかー、めくって死なない。 あれがね、どうやら安定しない、安定しないらしい。ガイルの場合はしゃがみくらいだと、チューチューからの弱スパイラルじゃないと入んないらしい。投げ、あ、死んだ。強が入んないんですよ、弱しか入んない。ほう、弱弱、これ聞いてびっくりしました。いや、チューチューから弱スパイラルです。あ、さあ、めくりはお互いに強いんですよね。ただしキャミーの場合は強キャノンで逃げることができます。フーリガン、フーリガン通るとやばいぞ。入った、お、さあ、余計なことしましたね。ヒット確認ちゃんとすればよかった。あ、おお、ボンドも投げたい。フライ投げる、投げる、投げやろう。あ、抜けた。おお、アゼドヤ。さあ、勝ったのはアゼガイル。いや、キャミーいなくなっちゃった。キャミーいなくなりましたね。あ、俺か、トネピー。あ、セロさんは 2P 側。アゼ、ごめんごめん、ワニ系中野が 1P 側、マキリセロテープが 2P 側です。次の試合、川又健志郎対2回転神優です。ダルシムホンナということは、これ残儀の仕事では、残儀の仕事、まあ、うまく当てればなんとかなるでしょう。OK、 はい、では始めてください。さあ、ワニ系先鋒ですね。先鋒が日本一似合う男、ワニ系。約束が違う。まずここで取っとかないと死にます。セロさんが、さあ、まず歩きだけで追い詰めたワニケ。そして画面端で攻め立てる、攻め立てるが、飛びが全く、ジャンプ強パン食らっていいねと褒めていく。あ、うまい。さあ、ワニケがのしのし歩いてくる。これは読みづらい。さあ、これは鬼無双で死ぬか微妙なところ。あっと、踏んづけた。鬼無双どうする。あー、波動拳食らう。さあ、まずマキリが落ち着きを取り戻して、波動拳で取ったところで、おっと、ワニケくぐっていく。ホンダでくぐるは偉い、ナイス処理。
さあ飛びを見せたり歩きがうまかったりワニ系小物道超小物道で一皮むけたか。あーしかしレッパーここは冷静に対応。さあ中の一人の手にかかってくる。今日はダルシムでいきますと。さあ何でも使える中野トネピーですね、キャミー兼ダルシムホンダあたりがもうメインクラスです。だがあしっかりしておる。しっかりしすぎてね。あー食らって投げかよ。青いなと言っているがあれ生レッパでよかったね。生レッパにはさすがに負けちゃうので。おっと引っ掛けた。おっと膝いかない。さあスラストおじさん非常に苦しい。スラストしか当ててねえが追い詰めている。タッチコーキックこれは飛ぶしかねえ。おーなえるサラーンサラーム X ゲーマーズ。ここでセロテープです。何かを起こす男はキャミーではない。大会飛び込む本当。さあダルシム対ザンギエフ大会だと飛ぶというトネピーのお言葉ありえる。この組み合わせは 50-50。あー2回転は元ノット元気です。さあ完全対応。さあセロテープを剥がしていく。完全対応。さあセロテープ1ラウンド目遊びますからね。2ラウンド目も遊ぶことで有名。500点稼いだ。ナイスアップ。さあトネピーニヤニヤが止まらない。おお引きジャックキックあれは強い技。おおダブルヒット。あーピヨって投げで死亡。トネピーの安定感抜群でしたね。さあ中野勝利で、あじゃあもう一回トーナメント表貼っときます。あキャミンは後でいっぱい見れるんで許してください。では川又対ケンシロウいきますんで、あか川又ケンシロウ対2回転カミユ 2P が行くんでマイク頼んだ。準備万端すごい。さあ川又さんとケンシロウさん強いですね、2回転さんとカミユさん、そうですね、これはちょっとあなたたち強いねチームがね。はい、で次があなたたちね。はい、じゃあどうぞやってくださいよ。いやー強かったですね。ワニQさん強かったね。いや勝てなかったよ。まあ、あれ有利だからしょうがない。まあねいやこのチームやばいっすよ。なかなかケンシロウとなかなかケンシロウバイソンかな。なかなかのもんですね。バイソンとあ画面ゲームの画面ってどうやってやるの。メインはい。あー画面です。ありがてえな。はいはい始まりました。おわーおえでどっちがどっち。どっちがどっちっていうのは、いや龍が神優さんですね。神優さんでケンシロウバイソン。そうですね。この色ケンシロウも使うんで龍を。あそうなんですか。あそうそうそう今日はケンシロウさんバイソンっていうのをワニケンさん知ってますよね。なんでそんなことを聞いたんですか。あのどういうことなんですか。いじめないで。どういうこれまだいじるの。大丈夫です。あーやっぱ強い。あ優しい。優しくはない。
だ一瞬待ちましたよ、なんか出なかったっけ出なかった出なかっただけだでも出ました。さあ2回転なんかお四季さんはね、バイソン同キャラ楽しいって言ってたらしいですよ頭はなんかジェスチャーしてますけど大丈夫なんですかね、これ多分ね、面白ポイントがあるんでしょうね。あいや、俺もホンダはね、面白いとこあるんだよ。あ、じゃあ面白くないところももちろんあるけど面白いところもの方が多い。あ、多いっていうか面白いところを見つければ楽しいじゃないですか。どういうところ面白いって僕色々実はホンダホンダ面白さ分かんなくてキャミキャミとかダルシムダルシムなど、ダルシムダルシムは割とまあマシな方ですね。あ、そうそう、ホンダホンダどこが面白いんですかちなみに、いや、バイソンバイソンのちなみにちなみにちなみにホンダホンダどこがいい。あ、どこがいいってか一応読み合いがあるんで。で、どういうところが どういうってか、股間振ってれば強いんだけど。あ、そうですよね。そうそう、あれも一応開幕の間合いで、はいはい、股間振って安定っていうところをあの立ちダイヤス、あのオカマ蹴り、 はい、はい、あれが入るもんで。なるほどなるほど。それで来るようだと100巻を、まあ、次とか100巻とか、はい、いろいろあるはあるんで。なるほどなるほど。バックジャンプ安定はない。バックジャンプ安定あるある。中張り手でも引っかかるんじゃない？あるけど、それをやると、はいはい、あの気持ちが下がってっちゃうから。気持ち気持ちの問題だよ。陣地とかじゃない。陣地とかじゃない。気持ちなんだ。あの気持ちの問題。いや、同キャラは同キャラは完全互角だから、気持ちで勝たないとあのダメージ勝ちは取れないんだよ。ロジックでいくもんだと僕は思ってましたけど気持ちの問題なんだ。気持ちの、なるほどね。ほら、あ、気持ちがじゃあ弱かったんだ。じゃあ二回転さんの気持ちが弱かったということで一つここは気持ちが弱かったね。いやいやいや、困ったら前歩きだよ。だからこれね、今これで11番と12番のね、はい、1の4の対戦次行いますよ。またホンダが見れるよ。ホンダ、あ、またホンダダルシムと。さあ、あら、はい、大丈夫かな。いや、またホンダダルシムチームと、はい、これだよね。ホンダダルシムと破天荒、サガット、ね、はい、まあ、破天荒サガットじゃなくて、まあ、破天荒はこっちで見れる。はい、一応でも読み合いは発生してますね。どうぞ。はい、じゃんけん。いや、座れや。じゃんけんポン。セーフ。アイコ。ギリギリ。ギリギリ。メイン。ギリギリですね。ギリギリですね、これ。破天荒さん。破天荒さん。が出てきて。いつもにこやか。破天荒さん。これは、まあ、コテ君がかわいそうなことにならなくて。よかったですね。セーフ。セーフ。ギリギリセーフ。これはダルシム目線ですか。いや、もうお互い頑張ってほしいですわ当然じゃないですか。まあ、ただ遠くから来てるんで教授頑張ってほしいですよ。マニケイ様ですけど遠くから来てましたよね、マニケイ様 ね、 そうですね。気づかなかった、うん、まあ、どこにでもいるって言われちゃうんで。そうですよね。僕浜松の人だと思ってましたあ、まあ浜松の三線部が一番近いの。あ、そうなんですか。そうそうそう、一応住処は愛知県だけど、はい、ってこと。名古屋より浜松のが近い。 あれだ、東寄りなんだ愛知の中で。あ、そうそう、豊橋。あ、だったらそうですね、浜松西の方ですもんね。そう静岡の中でもね。なるほどなるほど、そういうことなんですね。そう、まあ浜松勢だと思ってもらえれば。さあ、竜巻当たらない。教授やられてますけど、どうですか、ワニケ僕に聞くの、そういうこと。いや、ほら、仲間じゃん。ああ、仲間。あ、死ぬ。清なかったのはラッキーでしたね。ラッキー。ゲージがないんで、溜めたいですね。はい、次で溜まるんで。はい、溜まりました。おお。まあ、ここからは何もしなくていいんじゃないかと思いますけどね。あ、1-1で。いいですね。どうですか、ワニケさん。開幕どうすんの、おいで。開幕は、まあ、さっきやったみたいな、まあ、今中継だったけど、中継やると、まあ、割と何でも止まりますね。開幕波動拳もなんか、ピッと止まる。うわ、ネット表、投げて。まあ、悪くないかったですけどね。さあ、下がって。
まあ、シンクがあるんでね。そうそう、あーあー、打っちゃった。教授、助けて。ああ、打っちゃった。教授ワニケどうですか今の。いやー、どうなんでしょうね。ワニケさん、どうですか今の。いや、技振っちゃったって感じ。今の真空の食らい方はどうですか。いや、みっともない。みっともない、なるほど。振っちゃった。なるほどね。さあ、でもピロシがここで、まあでもね、竜下がってなんで、まあまあきついですよ。まあきつい。まあ、この竜まず倒してっていう話ですよね。お、昇竜。まあ、ダイヤシー中波動かなんかしたらカラキャンで出たっぽい感じのね。届いた。今のは難しい距離のね。じゃあヒロシは攻め。あー、いった。カラジャン、おい、そっからじゃんけん。お、削りでいって抜けてもダメなんだよね、あれね。抜けてもね。まあ抜けて、まずこう抜けないと破天荒さんミスってくださいっていう。そうそうそう、でもまず抜けないと。そうそう、お願いっていう。そうそうそう、カラジャン大一丁。どうする、じゃんけんポン。ほい、あー、いいですね。あ、チコパン大一丁、あれね、うまくできないんだよ。え、タッチコパン、しゃがみコパンからの話を置いちゃうね。どこでうまくいかないですか。最初のコパンがうまく重ならない。重ならない、まあ、重ならないのは別にそれはそれで強いですよね。いや、早めに押しちゃって。あ、そうそうそう、向こうがなんか勝利を出してアウトできたみたいな。あ、そうそうそう、ラッキー。そう、そういうのもあるから割と強かった当たんなくて。それはそれで読み合いみたいな。そう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 、なるから。お、プロしまったけど、どうですかワニケイさん。いや、強いなぁ。強いホンダはかっこいいね。教授と比べてどうですか。教授はダルシムじゃん。あ、まあそうですね。さあ、さあ、サガット。あー、ですね、これも大概下がってますね。うん、まあいけるとこは。垂直してるだけできついですけどね、こんな面。あ、そうそう、結構めんどくさいね。結構どころではないですね。あ、あの下が、下タイガーをね、避けて、避けてっていうか、自引きで。あ、終わり、終わりました。次行こう。じゃあ切り替え、切り替え。うん、なんか、あ、これね。あー、オーラッキー、早まった。あ、どっちも慌てた。今、安かったですか。安かったですね。でも最大は分かんない。いやいやいや、そういうこと俺に聞く。だって安いっていうから。なんだろう。大一丁入れてからがいいのかな。入れられた。いいけいならね。いやいやいや。さあ、張りいいね。張り切って、アッパカ。割り切りのアッパカはね、大事ですよね。強いもん。こっちも割り切りの張り手とか、頭突きとかね。あー、死んだ。あー、死んだ。うまい。うまかった。勝ったな。勝ったのは固定破天荒。じゃあ次ですね。次、え、次は次ね、次、あのこの1回戦終わったんで、デレロヌルポガさん、ここね、ここだよ今。このなんか入れなくていいね、ドラクしてるとこ、ドラクしてるとこやる。デレロヌルポガ対ジャロップアゼ、うん、でいいのかな。はい、ファーストプレイヤーチューズ。はい、あ、ジャロップなんか日本語話せる説あったけど。そうだよね、そうだよね。やべやべ、恥ずかしいやつになるとは。で、メイン英検2級、英検4級ぐらいの英語で喋るところだった。エスサガットとエスケンですね。ワニ系どうですか、はい、これそういうこと僕に聞く。聞きます聞きます。なぜならマイクを握っているから。だって、いや、あ、なんか聞かれるのが嫌で逃げたいんですけど、逃げられないですね。逃げられないよ。兄貴どうですかこれ。ちょっとどこがポイントだと思います。どこは、いや、サガットは玉打ち で、はいはいはい、でそれに対して兄貴じゃねえよ。赤剣、はい、S 剣はどうすんだろう。どうすんだろうね。みんなも、見ているみんなもワニケイと一緒に考えようぜ。考える。視聴者と一緒に考えて、考えよう、育てていこうよ。お、飛んでった。でもね、タイガー強いですからね。
あ、サガット側は飛ばせて落とすっていう感じ。ただ伊勢がジャンプ速くて、はあ、多分波動拳見てから止めるんですよね。空対空できちゃうってこと？間に合わないですよ。波動拳を見てから決める。ああ、なんなら。兄貴どうするこれ。アパが出ない。そういうこともある。あと出ても今やばかったから。あ、そうなんだ。エスケンの先端強いんで。ああ、あの大キック。そうそうそう、なんだかんだで。お前、体型はね、ちょっとね。体型強いんだけど、サガットのキックの方が強い。ああ、なるほど。勝ったのは、ジャロップのエス。ワニ系どうでした今。この人いじめる。ワニ系さんどうですか。開幕波動、デレローさんですね。あ、デレロー最近なんか頑張ってる、ね、いいよ。応援するしかない。これはまあとりあえずねゲージ貯めるとこだと思うんですけど、ほうどうですか。いや結構飛びが落とせてないのかな。難しいですよね。下がった側が。お、画面端がこれなんですよね。あ、もう明らかに飛べちゃうん、飛べちゃうんだ。そう。強いんですよ。で、竜側は飛べないっていう感じ。そう。真空でいいんですよ。真空で。さあ、あーっと飛んで、飛んで、なんか安くて切り返した。ね、さあ開幕打たない、当たらない、当たらない。いやおお、後ろで二回転さんが詳しいことを言ってる気がするんですけど。あ、これね結構デレロさんがもうすごい高めにジャンプキック出してるんで、お割り切った場合は多分着地まで、リンク当たっちまった。着地までジャンプが持続してないから、はあ、渋滞タイガー入ってピヨると思います。ピヨっちゃうんだ、うん、怖いな。あー、出なかった。難しい、難しいポイント。お、打った。うわ、間に合っちゃう。あれなんですわ。まあ、あれ間に合っちゃうね。さあ、いつもあんな感じですよね、阿部くんもね。本当ですか。あ、当たっちまって。画面端行くとね、結構リュウいけるんですよ。トリカゴはね、有効です。いやでも球が速い。今のもね、ダイヤシャハドにしちゃうとダメじゃないですか。あーっと、繋がった、死んだ。繋がった、昇竜。しっかり削った。アジェリアさんがね。さあ、さあ、アジェリアさんが、対象戦ですね。あ、ケンシロウさんですね。あ、はい、お願いします。あの、浜松の三世部でやってるケンシロウと言います。よろしくです。あの、風邪ひいてます。はいはい、ワニのせいで。ワニのせいですか。ワニのせいです。よくないですね。そうなんですよ、来いっつって無理やり半分念押しまでされて。よくないと思います。そうですよね。はい、ワニ系反省しろよ。はい、もうダウンで、あの、遠征先でワニ君見たら、もうみんなでカバンにするなり財布にするなりベルトにするなり好きにしてやってください。はい、それで、これリュウガエルですね。すいません、リュウガエルなんですけどね。僕はちなみにリュウガエル1ミリもわからない太郎なんですけど。ああ、なんか、あの、この組み合わせは僕結構フタシャン信者なんで、ガエルなのかな、突き詰めればガエルなのかなとは思うんですけど。強いらしいですね。見たことないんですよね。ねえ、まあソニック、弾総裁で裏剣と、まあ、でも真空がやっぱやばいですよね。そうなんですよね。こっから無責任に真空飛んできますからね、もう。ね、ないけど。ゲージないけど。まあ、弾を、なんていうんだろう、弾に当てるっていうより。なんかあ、なんでなんで。ござりましたね。なんでなんで。あーし。いい内外し。ごまかしました、ね。阿部さんですか、勝ったのは。アゼリアさんが勝った。ワンピー側が黒いワンペコ、ツーピー側がワニ系中野。
先方は申告してください。向こうの先方聞いてください。ペコさんは竜だそうです。しょうがないな。で次の試合、先方は聞いた？オッケー、はい、オッケー、じゃあ始めていきましょう。ペコさんは竜だそうです。ここです。はい、それでは 1P がペコ流、 2P 側が中野ダルシム。はい、まあ、ニカさんとマイクやらせてもらうの初めてなんでお願いします。そう、初めてですね、よろしくお願いします。ケンシロウさんなんか声ガラガラですけども、ワニのせいです。ワニさん、なんかそういう病気キャリアみたいな、まあ、はい、まあ、治りかけなんですけど、はい、あのちなみにこれはもうやっぱダルシム、思いっきりダルシムって感じなんですかね。いや、関東だと、はい、あって 6.5 ぐらいだろうっていう話になってます。あ、そうなんですね。チューブだとダルシム7ぐらいっていう。ああ、そうなんですか。やっぱあの立ち上げやっぱ強いですよね、ダルシムの。まあそうなんですよ、あの竜が進化してる度合いに比べて、はい、ダルシムがあんまり進化してないんで。ああ、なるほど。あ、そうなんですね。やっぱりですね、その一回こかすまで。あ、そうですね。あ、ここからの大きい攻めですね。大きい攻めでどんだけ持っていけるかっていうのが、やっぱ竜側はそういう意味ではトップスピンできる方がダルシム戦はいいのかも。もうはるかにですね。そうですよね。空中で踏ませた後とか一気にいけるんで。おー、うまい、うん、手投げ。さあペコが取り返す。ダルシムはね、竜にリードされると逆に勝ち目がないんですよ。あ、はいはいはい。竜は逆転の目があるんですけど。あー、確かに。あ、そうですね、逆転性は確かに、ね、そういうところなんですよね。竜巻、こういうあの無責任な行動も。あ、確かに。うわ、うまい。無責任です。この中腰、これもやっぱあれ怖い2段ですよね、表と。そうなんですね。中腰は、はい、必要経費として、まあ、見えればベストなんですけど。あ、はいはい。もう、まあ、食らうのはしょうがないみたいな。そうです。置き攻めで必ず取れるところと、ダルシム側は取れないところと。あ、はいはい。そこで差が生まれます。あ、そうなんですよ。さあ、インフルのガード、ここのガードは大きい。ナイス、ユルドリだが減らない。ユルドリ減らなすぎる。これはもう足を伸ばしてるだけで。おー、ダウン、うまい。マサオの間、マサオの間ある。次の試合、バイパー廃人対、川俣健志郎なんで準備しておいてください。さあ、対象はワニ系ホンダ。今日はチューブからの教授応援団の担当として。あ、そうですね、はい。さあ、まあまあ本人は多分、はい、誰か行く人いればいいから適当になんか誰かいたらラッキーみたいなノリで、はい、だと思うんですけど、なんかまんまと捕まったわけですね。そうですね。年まで押されましたからちゃんと来るんだろうなっつって。この調子なのに。なるほど。ワニケイズムですね。ワニ君、竜だよ。結構やってるよね。まあ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 、これは明確にキャラ差がありますね。ああ、まあそうですね。でもワニ君だったらきっときっときっとワニ系にかかる期待、チューブの欲しい。そうですね、期待はしてないです。やっぱこう浜松勢的には、はい、浜松勢か分かんないんですけど、あ、まあ、あの愛知にの、はい、愛知のお住まいの浜松、まあ、サンセーブが、はい、あのホームだと思ってくれて、あ、いいです。素晴らしい、いいですと思います。まあ、サンセーブのみんななんていうか分からないですけど。やっぱね、そこら辺が、あ、そうですね、愛される理由ですよね。愛される疑問符なんですけど、勝てなマークなんですけど。うまい、うまい、今のうまい。さあ、しかし、あ、もうこれはもう、あ、もう苦しすぎる。やることねえよもう。いや、頑張って歩いた。そこは評価したい。あ、なるほど。さあ、勝ったのはペコ黒岩チーム。さすがに強いですね。はい、次の試合、バイパー廃人対川俣健志郎、始めていきましょう。
川又くん試合だよ。あなた勝ってるからいっぱい試合あるからね。スピースピー。その後草もろ対破天荒固定、準備をお願いします。え、なにこれ、ピロシ教授死んだの？あ、死にましたよ。マジ？はい、マジか、しょうがない。あ、OK、そっち OK、はい。じゃあ始めていきましょう。 1P 側がハイジンリュウ、 2P 側がケンシロウバイソン、これでーす。今回やりましょう。はい、さあケンシロウバイソンが、うん、東西戦は全然バイソンで出てくんないんですけど、今日はバイソンでしたね。メインキャラが分かんないプレイヤーです。まあでもバイソンだと思います。スーバイソン DJ、まあ、バイソンが一番戦闘力が高いと思います。なるほど、はい、このキャラ簡単だからな。あーこれどうするんですかね。あ、ちゃんとできた。でも分かんない、難しい。まあ、あの強ヘッドを打てるかどうかっていうところでバイソン使いのセンスが問われます。僕打てないんです。お、いい、鶴橋さんにあそこで歩いて中腰されたから、ね、切れそうになった。あれ、おおおおおお、分かんない。この黒いバイソンとはいっぱいやってるぞ、ハイジン。会うたんびにやってますからね。あっと、ここで玉しまってから大足確定。いや確定、いやー、まあ、これしょうがないですね。これはなんか今の軌道はすごい頑張ると竜巻で裏に行けたりしない？もうちょっと近ければね。なるほどね。さあ、大きい攻めくるぞ。わかんねえやつ、これが見えねえんだ。あ、お、後ろにヘッド、これはラッキー。しゃがみクオーパーしっかり落として、うん、今の。さあまたチャンス、表、これはもう完全に思ってます。さあクレジットチャージ完了。うわー、しっかりコンボ繋いでいく。中足波動に割り込んできましたね。はい、さあバイパーホークがケンシロウバイソンと川又龍両方とも相手しないといけない。今日はルーザーズありません。1回負けたら終わりです。さあしかし、あ、昔はバーサスに遠征するとバイパーホークが一番衝撃だったみたいなことをよく聞いてたんですよ。あー、しかし、うわお。さあしかしバイパー眉一つ動かさず、こういうこともあるよねっていう、こういうこともあるよね、ことですよね。そうですね。こんなところで、こんなところで負けでも別に、あー、よくある。すげえ遠い。おお、終わりましたか。そして詐欺飛び、はい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 。あー、台風なんだ。なるほどね。バイソンは橋の昇竜の後詐欺飛びいけるんで、あー、やっとってもいいと思うんですけどね。起き上がりが遅いからね、はい、その代わりジャクジャクつなぐとダメなんですよ。じゃあ3段にしないとダメってことね。そうそう、3段にしないとダメ。あー、それを完璧にしてるのは今のところヒロヤン焼き鳥。なるほどね。だけかな。あー、死んでるー。あー、ダブルアップ、詐欺飛びしっかり、はい、はいはい、台風、これがバイハイパーやで、見とけや。いやー、さあ、あそこからね、負けちゃうもんね。クレイジーを出させての刈り取りは素晴らしかったですね。正解が分かんないもん。正解はね、クレイジーアッパーなるほど、アッパーラスト、トマホーに立っちゃうんですよ。本当なんですか。しかも地上で全弾ヒットします。これ覚えておいた方が知識ですね、はい、無敵が長いんでね。パンチキックの方がキック、そうなんですか。あ、パンチの方は、あと、もう、攻撃判定が出終わるまで無敵なんで。なるほど、じゃあキックは出ない、出が遅いからその分無敵長いんですよ。豆知識あるなと言っている間に、あ、読み合い、クソ技出たな。あれ、台風回せないひどくね。あ、2ヒットしてる。さあ川又の、もう真空が汚い、汚いね。うお、1着でガードさせてプラ9ぐらいやるからね。どんな画像だよ、ほんと。さあ、チャンプ。さあ、コンドル付き合わず、無理しないっすね。
でも画面は押すよみたいな、うん、端には行かないようにするよみたいな、スッと歩いてきて、たまにハードオーケー打って、あーコンドル全然当たった、この位置はまずいのでは、あーうまっ、うまかったすげえ、あんなとこで落ちるんですね、やめておけパート2みたいな感じですね裏やめておけ、あーバイパーさんだけ知っているダイヤサイクルと昇竜サイクルが、はい、両方とも滑れる微妙な場合のジャンプジャックパンチがあると、言ってたので、あーしかし閉じ込められた、さすが川田、勝ったのは 2P チームですね、8番草もろやるよ、草くんと破天荒小手 2P がいてください、はい、もろくんは勝手にエントリーされております、え、やるのとか言ってたから、先方は申告してください、残儀を座ってたので、はい、小手くんが行きました、小手くんが行く、はい、だって勝手に座ったんだもん、勝手に座ったからね、それはいけないの、それはしょうがないよ、さあ、もろ残儀 VS 小手サガット、まあ結構若手同士の、うん、なんかね、小手くんは結構いろんな残儀にいじめられてるんで、そうっすよね、まあメインが TMF で、次は A4 ですね、 A4、 はい、まあ A4 がいじめんの好きなんだ、これが、もうわかる、はい、さあ、でも A4 にいじめられてもスト2嫌いになってないっていうのがすごいっすよね、素晴らしい、本当に X サガットで先生いない中で始めて、ね、どんだけ負け続けてもずっと続けているこの小手くんの継続力ですよね、根性ですよ、根性、そしてヤヤを倒すというあ、弾きをね、それは安いんでは、モロが進めない、ダブラリー回ってただけだった、さあしかしサチュンリー頼れる対象です、あれチュンリーはいるのかな、はい、宇都宮はチュンリーいるのかな、チュンリーはいない、いないかな、うん、いないかな、わかんないっす、宇都宮じゃないんだっけ、なんかね、知らないなちょっと違うんだよね、なんか栃木県だったような気はする、栃木か、うん、まあ、宇都宮も栃木なんですけど、そうやな、はい、あと出た、あ、例のやつ、例のやつ出たな、あれはね、さっきジャロップにやってたんで、あ、こいつと思いましたよ、あ、にくいですね、これね、踏みつけ、はい、あれはガードされてもまだチュンリーターンが続くという、はい、2000% 踏みつけですね、2000% 踏みつけですね、はい、あそこ下段食らって負けてもいいです別に別に、はい、このキャラさやべえ、さあ、あー間に合わないもんね、そう、あー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 、破天荒さんが頑張れば勝てる、破天荒さんいけますよ、強昇竜もらさなければいけますよ、これは次ジャロップ、アゼが 1P 側、クライアンペコが 2P 側です、うん、さあ天候下がったところに飛びから行く、そして画面端苦しい状態、歩き投げきつい、はいはいはい、できない、はい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 、あるよ、あれ溜めないところからでも戦列コンボいけるんですよね、はい、あ、いきますいきます、ね、中キックコパコパ戦列っていうのが、コパコパ相模コパもう入っちゃうし、はい、できるんで、もう飛んでから溜め始めて戦列出るんで、まあ汚い技だなと思いますねまあ本来はそうあるべきなんですよ前入れっぱで出る方がおかしい、お、うまいぞ、さあ破天荒画面端、この戦列もうちょっとで溜まれるか、ここで打っちゃう、投げる、悪くない、中ロス見えんか、見えんかったね、さあ追い詰めましたよ、
さあ草くんこういう時ね飛ぶんすよ。強気の姿勢を見せとこうみたいな、飛んで解決しようという浅ましい神経ですね。いや本人的には多分強気の選択肢なんだと思いますよ。おー見て見て、風流で落とされてますよ。ふっふっ、あナイスガード。まあでも落とされなかったら勝ちみたいな。あこれはでも溜めたので、あー守り強いキック、クソ野郎すーぐ。さあ勝っちゃいましたね、クサモロチーム勝利。はい、ジャロップアゼが 1P 側、黒いワンペコが 2P 側です。頑張ってほしいですね。これはエッサガガイル対リュウホンダ、先に座らない方がいいよ、先に座らない方がいいよ、相手に分かっちゃうから。 OK、 はい、はい、OK、 はい、はい、OK、 はい、じゃあ始めていきましょう。どうぞ。これで準決勝1試合目ですね。はい、あじゃあこっち見ときましょう。あ、TMS さん見てるわ。あ、ペコさんはごめんなさい、リュウです。さあ、ジャロップ、エッサガット VS 黒いワン、X ホンダ。これどうすか。いや、全然エッサガですけど。全然エッサガ、はい、いや、どこにホンダが行ける要素があるのか僕は聞きたいぐらいですけどね。なんか X サガットはどう？いやダメですよ。ダメ？ダメ。なんで？いやもう聞きたいわ。普通にいけるっすよ。逆に聞きたい。なんか弾関係ないから。あるから。はい全然ない。弾だいぶ関係あるからね。弾しかねえから。本当に。しかも最近なんか歩いてった時に。はい。サガットに飛ばれてもタッチキックが落ちることを発覚して、でも相打ちですからね、あれギャラさ広がったなと思って。さあ、アゼガイルが頑張れればなんかね、ガイル戦うまいみたいなんですよね、黒いワンさん。なるほど、ガイル戦は疎通力出ますからね。僕は大嫌いですね。全キャラ嫌いだよね。一番嫌い、ガイル。ほんとナルシマでやればいいよ。お、さあ、アゼが粘っている。頑張ってますね。頑張ってますよ。画面端から動いた。超速い。投げか。今のでも読み合いになったんですよね、最後。まあ、ダブルサマーか普通のサマーかの読み合いですかね。いや、投げダブルってやったら強弱感以外ダメか。あ、そうですね。そうね。ダブルは強弱感で裏に行くんですよね、うん、でも普通のサマーだと落ちちゃう、うん、代わりに弱サマーが勝つ。そうですね。とりあえず投げを入れるっていうのが重要ですね。さあ悪くない、悪くないぞ、アゼリア。お、うまい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 。あんま下がりじゃこんなりますよね。はい、あー、いいですね。うまいぞ、アゼリア。まあ、アゼ君も伊達に揉まれてないですから。昔はアベビンが消化に行って一緒にやってたし。うまいなぁ。いやガイルも、お、うまい。あーこの球はでかい。全然まだ、あーまだガイルですよ。まだガイル有利ですよ。本当かい。まだガイル、もうこれ本田戦だと、あ、勝ったなみたいな。あー黒いワン強すぎる。 2P側チームはまだ無敗ですね。ソニック避けるのがうまいんですね。さあ決勝進出でございます。川又健志郎対草もろやりましょう。川又健志郎 1P 側、じゃあもろさん先方でね。そう、じゃあ草さん先方でいきましょう。もろー、モロくん試合だよ。じゃあ2B が、 2B が、はい、 2B が先方は OK、はい、じゃあ始めましょう。準決勝です。さあ
そんな、だってセッティング GGS さんがダルシムとガイルを応援してますね。なるほど、竜はダムンって書いてますね。竜バンは間違いない。竜ライト。さあこれはケンシロウバイソン VS モロザンギ。おでも今のバックジャンプリスク管理感ありましたね。そうですね、これどうするんですかね。これは内足当てるだけじゃないの。今見てて気づいたんですけど、はい、なんかコパの連打遅くないですか。遅いし、下がられたら前に行かないといけないですね。ああなるほど。コパン連打は間合いがしっかり合ってないと勝てません。そうこれわ、あり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 。これね、でかいのを取っとくべきなんですよ。ラウンド負けてるからね、うん、今の間合いだとチュンヘッドだと台足が入らないので。なるほど、スクリューに行っちゃって OK ですね。あさあしかしグランド刺さりまくってチューチューグランド。うん、今のところにダブラリなんですよね。前に歩いてピーラにしか当たんないんでね、あそここれ、いやヘッ ヘッド強い。さあケンシロウ絶好調ですね。さあ草チュンリー、モロ君いつもうるさいのに今日はなんかおとなしいですね。さあ、あヤクルト負けたからな。なるほど、じゃあ5月中はずっと静かだったんですか。ええ、まだ連敗続いてんの。いや、ヤクルト5月中ずっと負けてたんで。そうだよね、そう15連敗ね、止まったのあれ 16連敗ですね。おあと記録まで2連敗、はい、でもセリーグ記録ですから。あ、そうか、はい、ロッテより弱いあるよ。さあ浜松、チュンリーはいなかったはず。あ、なんかやりに来たぞ。ケンシロ頑張れ、ケンシロ頑張れ。あーおもらしなんですけどね。はい、ここで川又が見せたると。まあ十分、まあ十分ですかね。打ってった、ゲージ溜めた。うわー、くぐったー。さくんはそこやっぱすぐ飛んでくるんで、ここは読まれてる感じですね。さあゲージがさっさと溜まる。あー怖え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 。今の真空でしたね、間に合ってたんじゃないかな。お、ゲンキックめくってさ引っ張り投げ、しかしリスク管理。うん、前に歩いて中攻撃をしてるだけだぞ。あーあ拾える。おおへー、あーなんでダイパン置いとかなかった。エンダイパン置いとけばね。あ、そうですね、バスンってなって終わるんですけど、うん、リスティーパンツね、はい、いやお、ナイスタイク。さっきのやっぱ引きつけテンションうまいっすよね。まあ、自分は飛ぶけど飛ばせないよってよ、うん、いやーノアさんも強すぎる。竜巻で逃げつつ蹴っ飛ばした。そして真空ガール、ゲージ溜めてーなー俺もなー、投げる、歩き投げ。さあそれではもう決勝戦なので 2P が行ってください。なるほどね、はい、川又チーム勝利ということで決勝戦です。行っていきましょう。黒いワンペコ VS 川又健志郎、頑張ってほしいですね。まあ予定通り上がってきた感じですね、この2チームは。 OK よし、じゃあ始めていきましょう。お
黒いワンさん。先方は黒いワン。なるほど。バーサスケンシロウバイソン。これはワンピーが読みがちですね、普通に。まあ、言うてバイソンですけどね。言うてバイソン、いや、竜には当てなくないと。マシ、まだマシみたいな、うん。まあ、7-3 よりは6-4みたいな。そうっすね。感じですね。これ6-4もちょっと怪しい感じしますけどね。僕は7-3よりだと思ってますけど。そう、はい。だってもう何もできないじゃん。なんかする必要あるかい。だってもうバイソンが体力リードしたら終わりだよ。いやー、あー終わってねー。張り手が強いんだって。マジで張り手が強いから。あー、あれ見てからやってんのかな。見てからっぽいですね。バックジャンプの着地は必ず黒岩さん見てます。あ、おお、小張り手だけだと思ったら。ドスコイオはドスコイオはやってるとバイソンのゲージ溜まっちゃうんで、それはやったらダメですね。先に溜める。そうですね。先に溜めるというより溜めさせないのが重要。なるほど。おーっと見てから。あー怖い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 。うわー、あっと、いい中盤から入った。さあケンシロウじっくりいくか。ここで使ってしまう。まあまあ一旦ね。あー、高め、おーいちょー、 あっと壊し役でつだった。ちょっと優しいか。おー、めり込みをしっかり、おいちょ、しっかりしてますね。さあ、川端対黒いワンが見ものだぞ。ぶっ殺す気合が入っております。川端さんが本田戦を得意というのはあんまり聞いたことはないので。はい、まあでも苦手って話も聞いたことないですね。まあ どうなんだろうな、わかんないな。お、やはりファイヤーが強い。しかし、いや飛べないですねこの波動。この波動は飛べないわ。これはうまい。あ、さあ、いいと。しかし昇竜しっかり真空波動昇竜拳。はい、爪将棋になっております。きついね。さらにね、うわー、うわー、おかまぎりにダイヤ差し替えたら、まあ、こんなに差し返しされたらもう終わりですわ。もう商売上がったりですね、はい、これは。そういうゲームじゃないんですけどね。波動とか読んで置いてるのに。そう、ニュートラルから踏み込まれる。歩いたら差し返されるってね。え、あー、ちゃんとちょっと歩いたよ。あー、歩き昇竜が完璧になると、あー、きつい。あー、さあペコ、あとは任せた。もうなさそう。うわー、うわー、素晴らしい動き。大将ペコ、とりあえず負け目を消していった感じのね。そうですね、動きですよね。勝つっていうか負けないみたいな。負けない、確かに。これで大将戦、今日は S 剣ではなく竜。まあ、結構ね、奇想天外の動きをするんで惑わしてほしいですよね。結構自由ですよね、ペコさんは。どうせサブキャラだしみたいな、この気持ちが見えるんですよね。そういう横島な、はい、邪悪な。さあ、いい飛び。おペコを教える。しかし、この踏み込み返しは素晴らしい。ゲージがこの真空を大事に数えてたマンか。これ数えてるマンですよ。しっかり、しっかり、どうなの、しっかりか分かんないけど。あー、波動拳、昇竜で抜けんだ。ダイヤシ弱波動って、まあ割り込めるって割り込める、自分のターンにするために重要な行動なんですけど、させなかったですね。うわー、なんで、うま、なんで、あれは要練習。うまい、うまい、この男。あー、あっと、珍しい。うわ、奥攻めしか飛ばない男。さあ、ペコが数えてるんですよ。
でもみんな俺が飛ばないと思ってるからたまに飛ぶんだよねって言って川田さん言ってました。なるほど。勝手に飛ばないとは俺は言ってないけど、飛ばないとは言ってない、言ってないけど飛ばないって向こうが信じてるからたまに飛ぶって言ってました。あ、それも勝率が高い飛びしかやんないですよね。そう。あーっと、これはペコペース画面端で一方的にゲージを持っている。お、真空合わせた。お、いや、ここから取り戻せるかな。うわうわ、勝ったのはペコ。いや、さあ優勝でございます。真空をね、2回当てて勝利。そうですね、まあ竜、はい、らしい勝ち方と言えましょう、はい、おめでとうございますということで、トーナメント表を貼っつけてこれで、終了という形で、はい、とりあえずですね、この後小物道13白対、教授対白やりますので一旦配信はストップいたします。準備のために、20分ぐらいもらいますのでお待ちください。それでは一旦失礼いたします。